南極海の範囲。南極海は南極大陸の周りを囲む南位60度以南の海域である。南太陽や南平洋、南極洋とも呼ばれる。世界で最も南にある海である。五太陽のうちでは太平洋、大西洋、インド洋に次ぐ第四位の大きさであり、北極海よりも広い。南極海の北の境界は地理学者たちの間でも厳密には 合意が得られておらず、太平洋、大西洋、インド洋との間にはどちらに所属するか意見の分かれる海域が存在している。何人かの学者は南極海は60度で分割されるのではなく、季節によって変動する南極収束線に合わせるべきと主張している。オーストラリアはオーストラリア南岸以南のすべての海域を南極海に含めるべきと主張している。 南位55度までの範囲の面積は約375万平方キロメートルで最大震度約8200メートル、平均震度は約4000メートルである。南極海は南極大陸の周りを囲んでいる。時計周りにロス海、アムンゼン海、ベリングスハウゼン海、スコシア海の一部、ウェッテル海、ラザレフ海、リーセルラルセン海、デイビス海を含む南太平洋。 南大西洋、インド洋南部とつながっている。南極海には、サウスオークニー諸島、サウス、シェトランド諸島、スコット島、バレニー諸島、ピオートル一世島などの島々が存在する。インド洋、太平洋、大西洋との明確な地理的境界はないが、南極前線が生物分布での境界線に当たる。なお地理上の南極圏は、 南位66度33分から南であるため、南極海が全て南極圏に属しているわけではない。南極海が他の海洋から分かれたのは南極州海流ができた時だが、これは3000万年前に南極大陸と南アメリカ大陸が離れてドレイク海峡ができてからであり、極めて若い太陽である。それ以前は、 南極大陸まで暖流が届いていたので、今のような氷の大陸ではなかった。南極海は南極前線以北の海域よりも水温は2セッ3度低く、塩分濃度も高いので、旋海に生息する生物は南極海と北側の海との間を行き来することができない。そのため、南極海には独特な環境に適応し、独自の進化を遂げた生物が多く、 北側の海とは大きく異なる南極の生態系が形成されている。地球上の海洋の中では非常に冷たいが陸上の気温と比べるとはるかに暖かい。そのため多様な生物の姿が見られる。南極の真冬の気温はマイナス20摂氏30度だが水温は摂氏0度近くなので温度差は摂氏20度、場合によっては摂氏30度にもなる。 季節変化のサイクルに応じて、プランクトンが増減する。南極海の上空では、南位60度付近に亜寒帯低圧帯が形成される。一方、南極大陸上空では氷床によって空気が冷やされるために極高圧帯が形成され、ここから強烈な寒気が北の亜寒帯低圧帯に向かって吹き込む。さらに、南極海には北半球と違って、 この風を和らげるような巨大な陸地が存在しないため、南極海北部は絶叫する60度と呼ばれるほどの猛烈な嵐に見舞われることが多い。なお、この寒気は南極海北にも影響を与え、クルー50度やホエル40度と呼ばれる暴風圏を作り出す。南極海には世界最南端の火山であるロス島のエレバス山やサウスシェトランド諸島にある デセプション島など、いくつかの火山が存在する。デセプション島は、火山の山頂部のカルゲラがそのまま水没して、円の部分のみ残ったものであり、新一型の島の内湾は火口であるため、地底からはきれる熱水と地熱によって、冬でも凍結せず、また島が、周囲の強風から内湾を守るために、南極海において、最も優れた良港となっている。そのため、かつては、アザラシや、 クジラ漁の拠点として多くの漁業会社が基地を置いており、会社撤退後も観測基地が置かれていたが、1967年にデセプション島が噴火して大きな被害を受けた。デセプション島は1969年から1970年にかけても再び噴火した。また、デセプション島においては湧き出る温泉によって海水が温められるため、温泉の湧き出し口のそばでは、 温泉浴や海水浴が楽しめる。ただし、周囲の海水は南極海の標準水温であり、また温泉はかなりの温度があるため、今後を誤ると極寒や灼熱となる。ウィルキンス棚氷の位置と2008年に崩壊した様子南極海の南岸はすべて南極大陸となっているが、南極大陸の海岸の多くは氷で覆われており、 岩石が露出しているのは全海岸の5%に過ぎない。13%は氷河、38%は氷床がそのまま壁となっている氷壁であるが、最も多い44%の海岸は棚氷となっている。棚氷は南極を覆う氷床が海の上にそのまま張り出したものであり、陸上の氷と連結している。棚氷の厚さは数十メートルにも達する。 棚氷で最も大きなものは、ロス海に浮かぶロスタ棚氷であり、ついでウェッテル海の南側を覆うフィルヒナーロンネ、棚氷が大きい。この2大棚氷は突出して大きな棚氷であるが、他にも南極大陸沿岸には、アメリー棚氷、ラーセンシータ棚氷、リーセルラーセン棚氷、フィンブルタ棚氷、シャクルトンタ棚氷、ジョージ六世棚氷、ウエスト棚氷、 ウィルキンス棚氷といった大きな棚氷が存在する。これらの棚氷は、末端部分は海に侵食されてやがて棚氷から分離し、氷山となる。氷山は何かの衝撃で、末端部分が崩壊してできることがあり、東日本大震災時にも南極大陸に到達した津波の衝撃によって巨大氷山が南極海に流出している。20世紀末以降、 地球温暖化の影響などで南極各地で棚氷の崩壊が観測されるようになってきている。上記のラーセンシー棚氷はかつてラーセン棚氷と呼ばれる一つの巨大な棚氷だったが1995年1月にラーセン A 棚氷が崩壊2002年2月にはラーセン B 棚氷の半分が崩壊し2012年にはラーセン B 棚氷の85%が 消滅していることが明らかになった。これにより、ラーセン棚氷はほぼ、ラーセンシー棚氷が残存するのみとなった。2008年にはウィルキンス棚氷の末端部が急速に崩壊しつつあることが確認され、南極半島とは細い表彰でつながっているだけとなっていたが、2009年4月5日には南極大陸からの分離が確認され、棚氷ではなくなった。 こうした棚氷の崩壊の最大の原因は海水温の上昇によって棚氷の底面が誘拐しつつあることが大きな原因の一つとされる南極海には多数の氷山が浮遊している南極海の氷山は南極大陸の棚氷が割れて海へと流れ出たものであるため多くはテーブル型の平らな形をしており巨大なものが多い南極の氷山の北上をする限界点は ごく稀にある巨大すぎて、溶けきれなかったものを除けば、南易60度前後であり、南極海とほぼ一致する。また、南極大陸に近づくに従って海そのものが凍り始め、南極大陸沿岸やウェッテル海は、年間を通じて結表したままである。こうした永久氷に覆われた海域は、しかし、北極海と比べると非常に小さい。南極大陸沿岸の多くの部分で、 永久氷は大陸の円に2 0トルから3 0トルほど張り付いているに過ぎない。これは北極海が閉鎖性海域である上北極点が洋上にあるのに対し南極海は極点が大陸上にあるため最も寒い区域は海上にないことや南極海が広く開けた海域でありまた常に強風が吹いているために氷の定着が妨げられることによる。このため 南極海の氷の多くは一年で成長し、誘拐する流氷となっている。この流氷は夏季になれば大部分は溶けるものの、一部は残存し、また風によって吹き寄せられることが多いため、夏季においても各国の就航させる南極砕氷船が氷に閉じ込められることがよくある。逆に、冬季にはこの氷は非常に成長する。海氷に覆われた、こうした海域にも、所々に、 ポリニアと呼ばれる氷のない水域が存在する。これは深海からの暖かい水の上昇や海流の影響などによってできるもので栄養が豊富な上日光をよく吸収し温暖となるため光合成を行う植物プランクトンが繁殖しやすくさらにそれを餌とする動物も多く集まるなど生物にとってのオアシス的存在となっている南極海では 南極寒流と呼ばれる大きな海流が流れており、南極海とはこの海流によって結ばれた海域を指すと言ってよい。南極周海流は寒流であり、上空の変西風帯の影響を受けるために、西から東へと流れる。流速は速くはないが、横幅も上下幅も広いため、流量は莫大なものになる。一方で、南極大陸沿岸には、東から西へと風の吹く。 井戸体があるため、海流もそれにつれて東から西へと流れる。これは、東風川流と呼ばれ、南極周海流とは逆方向に流れるため、この二つの海流の接点には、潮目ができ、ここに、深層から暖かい水が上昇してくる。この水は栄養に富み、多くの植物プランクトンを繁殖させる。南極海の水は、冷たい氷層水、暖かい深層水、 非常に冷たい低層水の三つに大きく分かれる。氷層の水は海氷や空気によって冷やされ、マイナスの温度となっている。一方、深層の水はプラスの温度であり、暖かい。この二つの水とは別に、南極大陸の沿岸やロスタナ氷、ウェッテル海などでは、海水が氷によって激しく冷やされ、大陸の縁に沿って海底にまで沈んでいく。特に、 ウェッテル海においてこのプロセスは最も盛んである。これは南極低層水と呼ばれ、北、大西洋で作られる北、大西洋深層水とともに深海に沈み込む。水海として熱塩循環の重要な要素となっている。南極海においては、あと2つ重要な水海が形成される。南極深層水は南極低層水よりも北の水域で形成され、 その分低層水よりは、やや暖かく、従って密度も低いため、低層水のすぐ上側に層となって深海へと流れ下る。このほか、さらに北側に置いて形成される南極中層水がある。この水海は上気の2つの水海よりさらに暖かいため、深層まで流れ下らずに中層でとどまり、そこで広がる南極低層水と南極深層水は主に、 大西洋に流入するのに対し、南極中層水は、大西洋、インド洋、太平洋の三大洋すべてに存在する。南極周海流の南側には、ウェッテル海亜寒帯循環とロス海亜寒帯循環の二つの小さな寒流が存在する。いずれもウェッテル海とロス海の周辺のみを、時計回りに回る寒流である。南極海の海底は、南極大陸の大陸方部分を除けば、 広い海盆によって取り巻かれている。南極半島から伸びるスコシア海嶺は南位60度付近まで伸び、その東側には大西洋、インド洋、南極海盆が広がる。この海盆は文字通り大西洋南端の中ほどからインド洋南端の中央部まで広がっている。この海盆は北のケルゲレン諸島から伸びるケルゲレン、ガウスベルグ海嶺によって終わる。 この海嶺の東側には東インド洋南極海盆が広がるが、この海盆はインド洋東部南端に広がっている。北のニュージーランドから伸びてくるマックオーリー・バレニー海嶺で、この海盆は終わる。マックオーリー・バレニー海嶺の東側には太平洋南極海嶺が東西に伸びるが、この海嶺はやがてアムン前ン海の北付近でより北へと伸びていき、変わって太平洋 南極海盆が広がる。この海盆の東端は南極半島と少しや海嶺である。南極海の海底には陸地から流出した堆積物が厚く堆積している。だ対応と違い、この堆積物は河川から流入したものではなく氷河から流入したものである。南極大陸の厚い氷床から張り出した棚氷は氷山となって、 南極海へと流れ出すが、この氷山には氷床の下の大陸から削り出された石や砂が多量に含まれている。氷山は南極海内にてほぼ溶けるが、この際に氷山に含まれていた石や砂も海中に放出され、その下の海底へと堆積するのである。氷山がいかだの役割を果たすため、河川からの堆積物に比べ氷山からの堆積物は、 より陸地から離れたところにまで到達する。河川による堆積物は川を流れていく最中で再流化され、細かい泥となって堆積するが、氷河ではそういった再流化の働きが小さいため、氷河からの堆積物は、歴から細かい砂に至るまで様々な大きさのものを含み、均一化されていない点に特徴がある。この氷河堆積物地帯は南極大陸を ぐるりと取り囲んでおり、南極大陸からおよそ1 0 0 0キロメートル沖合にまで厚く堆積しそうをなしている。この氷河堆積物地帯の北側には、形像を起源とする南霊が、やはり南極大陸を取り巻くように分布している。他対応と違い、南極海に接する大陸は南極大陸のみであり、南極大陸には流水がほぼ存在しないため、南極海に流入する。 高級河川は存在しない。また、南極海沿岸のほとんどは氷に覆われているため、波による海岸の侵食がほとんど存在しないことも特徴である。人類史上初めて南極海を就航したのはジェームズ・クックである。彼は1772年から1775年にかけての第二海航海で英国軍艦レゾリューション号を指揮して南極海を就航し、 1773年1月17日にはヨーロッパ人として初めて南極圏に突入し南位71度10分まで達したが南極大陸を発見することはできなかった。しかし彼の航海によって南方の未確定領域は大幅に狭められ伝説の南方大陸は存在しないことが明らかとなった。クック自身は氷山の形状などから彼が探検した海域の南方には 大陸があることを予想していたが、それは人類が居住できるようなものではないことも予測していた。また、クックはこの海域にクジラやアザラシが多く生息していることを報告し、そのため1790年代以降にはこの海域にはアザラシ漁師たちが出没するようになった。初期の南極海探検において、こうしたアザラシ漁師たちは重要な役割を果たした。 1819年にはイギリスのウィリアム・スミスがサウス・シェトランド諸島を発見した。これは南位60度以南においては初の陸地の発見であった。1820年には人類は南極海を越え南極大陸が発見された。この発見者はロシア海軍のファビアン・ゴットリープ・ホンベリングスハウゼン、イギリス海軍のエドワード・ブランス・フィールド、 アメリカ人アザラシ漁師のナサニエル・パーマーの3人のうちいずれかとされる。いずれかというのは、この3人はほぼ同時に南極大陸を発見しており、発見日に数日程度のズレしか存在しないため、正確な発見者の確定ができないためである。また、このサイベリングスハウゼンは南極海をクックよりも高い度で就航している。1821年には、パーマーとイギリスのジョージ・パウェルが、 サウスオークニー諸島を発見した1830年代から1840年代諸島にかけてはジョン・ビスコー、ジョン・バレニー、チャールズ・ウィルクス、ジュール・デュモン・デュル・ビル、ジェームズ・クラークロスといった探検家たちが南極海を航行し多くの発見を成し遂げている。ウィルクスの航海によって南極大陸の海岸線の70%程度はほぼ確定し、ロスはエレバス山や ロスタナゴーリなどを発見している。1874年には、チャレンジャー号探検公開中のチャレンジャー号が、ケルゲレン諸島から南極海へと突入し、調査を行った。ここまでの調査は、南極海の調査というより、南極全般の調査であったが、南極海を専門の対象とした調査は、1925年にイギリスによって開始されたディスカバリー号調査を講使とする。 この調査は第二次世界大戦の勃発まで10回にわたって行われ南極海のデータを収集するのに大きな役割を果たした。1940年代以降、複数の国家が南極海及び南極の領有を宣言するようになり、1952年には南極海最量の港であるデセプション島において領有を主張するイギリス軍と アルゼンチン軍の間で発砲騒ぎも起きている。一方、第二次世界大戦後、チリやアルゼンチンなど数カ国が南極に観測基地を設置していたが、1957年から1958年にかけての国際地球観測年によって、参加各国が南極大陸の海岸にまんべんなく南極観測基地を設置し、協力体制が構築された。これを踏まえ、 1959年には南極条約が採択され、南位60度以南における領土主張はすべて凍結された。南極海という言葉は長年南極周辺の海を指す非公式な名だったが、国際水路機関が2000年に対応と認定する草案が採択された。これは近年の海洋学において海流の重要性が確認され、 南極周回流によって一つに結ばれている海域を他の対応から独立させることに科学的根拠が生まれたからである。イホの決議では、加盟68国のうち28国が投票し、アルゼンチンを除く27国が新しい対応の設定に賛成した。18国がサザンオーシャンに投票し、別名のアントクティックオーシャムを破ったので、前者に決まった。難易六十度以南における。 領有権主張。主張のいくつかは、地域が重複している、オーストラリア、ノルウェイ、イギリス、チリア、ルゼンチン、ニュージーランド、フランスなに60度以南が、南極海の海域となっているが、この範囲はそのまま、南極条約の適用範囲と一致するため、南極海において、各国の領土は存在しない。ただし、南極条約は、各国の領土主張を凍結しているのみであるため、 南極海内の諸島を自国領と主張している国家は複数存在する。サウスオークニー諸島はイギリスとアルゼンチンが、サウスシェトランド諸島はイギリスアルゼンチンチリが、スコット島とバレニー諸島は、ロス海賊領の一部として、ニュージーランドが、ピョートル一世島はノルウェーがそれぞれ領有権を主張している。また、南極海沿岸の南極大陸においても、イギリス、オーストラリア、 ニュージーランド、フランス、ノルウェー、チリ、アルゼンチンの7カ国がそれぞれ領有権を主張している。だ対応とは違い、南極海沿岸には本来の意味での高級的な人類の居住地が全く存在しない。南極大陸や周辺の諸島には各国が南極基地を建設しているが、滞在者は全て数年で交代するため居住者はいない。 物資や隊員を送り込むのには、南極海を砕氷船によって輸送するのが最も効率が良いため、南極基地の多くは南極海沿いに点在している。中でも南極半島周辺は、緯度も低く、海峡も高い域に比べればよく、根拠地となる南アメリカ大陸からの距離も近いため、多くの南極基地が密集している。棚堀部分を除く南極海で最も南の地点は、 ロスタナゴーリ並びにフィルヒナアロンネタナゴーリの橋の部分である。中でもロスタナゴーリの生誕に位置するロス島は船舶の接岸できる南限であり、南極大陸深部探検の際はここが拠点とされることが多かった。現在でも南極最大の基地であるマクマード基地はこのロス島に置かれ、不島も建設されている。 上空より見たビジャ、ラスエストレージャス上記の領有権主張の関係から、領有権の根拠とするために、南極観測基地に定住者を送り込む国はいくつか存在する。アルゼンチンは南極半島北端、グレアムランドのホープ湾にあるエスペランサ基地に定住者を送り込んでおり、50人以上がこの基地で越冬する。この基地には、学校やラジオ局、土産物屋も存在する。同じく、 チリも、キング・ジョージ島に、ビジャ・ラス・エストレージャスという町を建設し、80人から150人ほどが居住している。ビジャ・ラス・エストレージャスを中心とする、チリ領南極全域は、マガジャネスイデラ・アンタルティカチレーナ州に属する、アンタルティカと呼ばれる一つのコムーナを形成している。この町は、チリのエドアルド・フレー・モンタルバ基地に隣接している。エドアルド・フレモンタルバ基地には滑走路が、 存在しており、ビジャ、ラスエストレージャス並びに同等に存在する8カ国の南極観測基地への物資供給に重要な役割を果たしている。同等にあるロシアのベリングスハウゼン基地にはロシア正教会のイタリ製三者制度が存在する。マクマード湾の海底の生物、なお後方に見える。青白いものは氷である。南極海は鉱物資源。 動物資源の豊富さが注目されている。石油、天然ガス、氷砂交渉、マンガン段階などの他骨材となる砂利が海底に眠っている。マタイカ、魚、アザラシ、クジラ、オキアミ、ペンギンなどの生物も多く生息する。アザラシに関しては1790年代から1820年代にかけて乱獲が行われ、特に 南極半島やその沖合の諸島において急減したが、その後やや回復している。2012年現在、南極海における主な漁獲種類は、南極沖網及び、マジェランアイナメ、雷魚ギョしの3種である。このうち、マジェランアイナメと雷魚ギョしは禁煙で、メロ類として、統計では一括される。マジェランアイナメ、雷魚ギョしは一時乱獲による資源の枯渇が心配され、 漁獲制限が行われたが、現在は横ばいの状態にある。2009年から2010年にかけての漁獲口は16,133トンである。南極沖網は南極海にのみ生息するが、一種族としては世界最大のバイオマス量を持つとされ、南極海のキーストーン種となっている。現在の推定総資源量は1億トン以上、主魚場である。 少しや海域だけでも6,030万トン、2010年と推定され、2010年から2011年の漁獲口は179,132トンであり、増加傾向にはあるものの総資源量に影響を及ぼすには遠く及ばないため、現在の漁獲レベルにおいては枯渇の心配はそれほどないとされる。しかし、南極沖網の資源量は大きな増減が認められ、また、 南極海の生物層に非常に重要な役割を果たしている種であるため、予防的に漁獲量の制限は設けられている。南極沖網の漁業は1961年から1962年にかけてソビエト連邦によって開始された。南極沖網の漁獲国としてはノルウェーが10万2815トンで、最大で半数以上を占めており、ついで韓国、日本と続く。 南極海には人類の定住する地区が存在しないため、港も非常に少ない。各地の南極基地に港はあるものの、氷の溶ける火器にしか使用できず、それも再氷船を就航させなければならない。また港湾設備がないため橋機による通船を余儀なくされる。唯一の例外は南極大陸沿岸のロス島にあるアメリカのマクマード基地であり、ここには1973年に 港湾設備が建設され、以後は船がそのまま接岸できる世界最南の埠頭となっている。この桟橋は氷によって建造され、氷の桟橋となっている。南極海に船が向かう際は、周辺の大陸の大規模港湾を拠点として使用することがほとんどである。最も南極に近い大規模港湾であるアルゼンチンのウシュアイアやチリのプンターレーナスといった。 南アメリカ大陸の港湾のほか、南アフリカ共和国のケープタウンや、オーストラリアのシドニーや、フリーマントルなどが拠点としてよく使用される。1990年代以降、南極海を就航、または南アメリカ大陸から南極半島各地を巡る観光クルーズ船が多数、就航するようになり、多くの観光客が南極海を訪れるようになった。 南極海クルーズの拠点となるのは世界最南の都市と呼ばれるアルゼンチンのウシュアイアである。2007年にはこうしたクルーズ船はウシュアイアから50隻出発し、計2万9000人ほどがクルーズを利用した。これらのクルーズ船のほとんどは南極半島付近に立ち寄り、常住者のいるキング・ジョージ島のビジャ、ラス・エストレージャスや温泉の枠デスセプション島などを周遊する。 クルーズ船が多数就航されるに伴い事故も増加傾向にあり2007年11月23日にはサウスシェトランド島沖で沈没事故が2008年12月4日には南極半島沖で座礁事故が発生したオーストラリア南極領土も参照オーストラリアが違法原案に反対しているため海図上の南極海の範囲は公式には未確定である違法原案が 南緯60度以南と定義しているのに対して、オーストラリアは、自国領土のマクドナルド諸島と、オーストラリア大陸最西端のルーウィン岬を結ぶ、線、および、マッコーリー島とタスマニア島南端のサウスイースト岬を結ぶ線の範囲内で、南緯60度以北から、オーストラリア大陸までを南極海の範囲に含めるよう要求している。1949年に発行された。 捕鯨い三園切って、左上に氷山らしきものが見える。日本の捕鯨も参照日本の場合、同海域及びその周辺海域で母船式の商業捕鯨が行われていた時代には、南極観測も相まって、一般の日本人の関心も深く、クジラ、ペンギン、氷山などのイメージが広くあった。これは、当時の自動画などに、蒸気のイメージの上で、 南極海が多く描かれたことなどでも伺える。しかし、商業捕鯨終了後は、ホエールウォッチングなどで、クジラの生息域といえば温暖な海域や、ベーリング海などの北半球の高位の海域であるというイメージが強まり、南極海とクジラを結びつけるイメージは薄れた。加えて、南極観測への関心も薄れ、南極海は、かつてほど注目されていない。ありがとうございます。